審査マニア TV をご覧の皆さん、こんにちは、シンです。今瀬長島に向かっておりますが、おそらくいつもより人が多いのではないかと思っています。というのもですね、今日土曜日は、クリーンピックといいまして、瀬長島の海をきれいにしようというお掃除大会があるんですね。賞金が出る大会なんですけれども、1位だと何十万か出るらしいんですが、私も参加したかったんですが、参加費用が5000円かかるということでちょっと断念したんですが、とりあえず会場だけでもどんな感じかなということで覗いてみたいと思います。審査マニア TV よろしくね。審査審査いつもと違ってめっちゃ混んでるんだろうなと思いながらも今向かっています。この旗を立てて何かね、イベントみたいな感じで、なんか芸能人もサポーターじゃなくてなんか応援みたいに来るらしいんで、いつもの田中律子さんなんですが来て応援をするらしいです。お掃除をして瀬長島が綺麗になっていくというのはとても嬉しいことなので、なんていうんですか、いいかなとは思うんですが、ただ野良猫ちゃんたちもお掃除されないかちょっと心配なので来てみました。一応お掃除の区分がですね、海辺のところ、海中部門と陸部門ってあって、砂浜ですとか海あたりの掃除らしいので、おそらく大丈夫だとは思っているんですが、ただそれのついでに、なんていうんですか、いろんなところを掃除していた場合はちょっとやばいかなと思ってるんですが、どうでしょうか。ちょっと今探しに行ってきます。で、偶然にも何か出場選手の T シャツがオレンジですね。私も今日ちょっとオレンジのポロシャツをつけてるんで、やばいかな、出場選手と間違われないかちょっと心配ですが、大丈夫でしょう。とりあえず行ってみたいと思います。はい、ありがとうございます。拍手。
表彰式始めます。最後の結果発表ですね。ステージの皆さんお集まりください。この後、最終の閉会式表彰式始めますのでよろしくお願いします。はい、審査マニア TV をご覧の皆さん、こんにちは、しんです。クリーンピック全国大会 in 沖縄というのがこの瀬長島というところであったんですけど、それを見てきました。結構な長い1日がかり、まあ、見学のんびり見学してたんですけども、私も参加すればよかったですね。まあ、5名1組の参加ということだったので、まあ、5名を集められるほど私友達がいないので、まあ、こういう感じになってしまったんですが、まあまあ面白かったんじゃないでしょうか。で、今さっき表彰式が終わったというか、まあ、終わった直後に私はすぐ渋滞に巻き込まれるのが怖かったので来たんですけれども、後半ちょっとだけ雨が降ったので、カメラが防水のこのスマホだけしかなかったんで、そのままツイキャス放送を続けていただけだったので、まあ、残念だったんですが、次回こそ行きたいなとはちょっと思います。はい、それではバイバイ。チャンネル登録は下の登録ボタンから簡単に行えます。ぜひチャンネル登録お願いします。イノさん、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。皆さん、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。チャンネル登録お願いします。